上智のすごいところって一切臆さないところだもん。メンタルの異常な強さ、常に明るいっていうコミュニケーション能力が圧倒的に高いな。誰とでも仲良くなるみたいな天性のこのスキルもこういう、まあ、ただこのシーンそんな面白くないんでもう終わります。どう思うの上智マネージャーとしての。あ、でもマネージャーとしてはすごい、まあ、いいマネージャーだよ。いいマネージャー、みんなそうやって言うもんな。コミュニケーションの高さだしな。例えばね、コメント欄でね、よくね言ってたのが、上智は売名野郎だっていう言ってたんですけど、まあ、TikTok やってるんですよね。まあ後で知ったんですよ。そんな言うの別にめちゃくちゃ笑うわけじゃないけど、みんな一般人やと期待してたけど、実はそこそこ有名人だったんだみたいな感じで、それに対して嫌な気持ちを覚えた人もいるかもしれないですけど、結構多分ね、ほんと変わってて、上智は。上智が TikTok をやっとる理由が、ほんま遊び半分で一本上げたらしいんですよ。上げたら、そこバズっちゃって、バズったから続けてみようみたいなノリでやってるらしいんで、そのノリやろ。そうそう、ほんとそう。だからその目標も、ゴールもなく、あの適当に。だからほんまそういうノリでやっとうかな。この感じなのなと思って。有名になりたいっていうのも、なんかもう勝手に上げたら有名になったから、まあいいかみたいなノリでやっとるみたいな。そしたら動画たまたま当たっちゃったっていう。持ってる、やっぱ。お前さんどうだ、上智と会ってみて。めっちゃ明るいなって思いましたね。確かに天真爛漫感はあるな。光のオーラを感じるというかさ、なんか運良さそうやな。なんかなんとかでなって生きていきそうな感じするやん。少女漫画の主人公みたいな。エネルギーを与えてるんですよ。メンバーに。